はい、このメニューですね。久々に FGO くんの文句を言っておいた方が、うちのチャンネルっぽいと思うので、さすがにお気持ち表明だけはしとこうかなと思います。デスティニーは、まあ、正直声優だけで選んだアサシンの小演尺が当たって、この辺クラスガチャさせんのもあれだなと思ってたりするんだけど、まあ、小演尺は性能はともかく可愛いし、サマーパビリオン2の福袋で水着スカディが当たったからまあいいかなって思ってたんですけど、あと正直エレシュギガルあんま好きじゃないから、割と9周年差はがっかりしたんだけど、まあ、そこら辺は FGO に重きを置くか、片月に重きを置くかで変わってくるんじゃないかなと思います。シエル先輩は引くからね。うん。あれね、宝具8必要なアペンドスキルの話でしょ？そりゃまあ、ツイッターガイアツ増えるよ。いやもうガイアツってのもまあ死語なのかな？うん。まず最初に俺が言えることは、無理しちゃダメだよってことです。うん。いやまあスキルリチャージとかかなり便利な、むしろ FGO において破格の性能なのはわかるんだけど、まあそれこそこれの有無で、周回効率が変わるサーバントも一部にはいると思うんだけど、まず、俺の率直な感想を語ると、ホヨバースとブルアカあたりの凸システムや新名文字をパロってみて、もっと集金できるかなってやった結果のこれだと思う。ついでに言うと、汎用コインを追加してくれってみんな言ってるんだけど、それはあれでしょう。ブルアカの新名文字でしょう。てか、実際ブルアカは一人引けば、その汎用コイン的な新名文字ってやつがあるから、まあ、それ使ってあげられるし、いや、これの元ネタってあれなのかな？プリコレのメモリーピースなんかな？まあ、その辺は置いといても、基本的にその辺は最初からあるシステムを回しているから、回してるわけで、あんま基本的にインフレさせない方がいいわけだよ、俺。いや、短期的な売り上げを見込むために、まあ、そういうことやるのはいいと思うんだけど、あとは、ホヨバに関しては、あれは、キャラごとに、凸によって、まあ、それぞれ考えられた効果があるから、まあ、重ねた方が強いっていうか、ちゃんとそこら辺使ってて気持ちよくなれるような、まあ、強化はちゃんと考えられてるからこそ、あれは、もう原神も、スタレも、もう全ゼロも売れるわけなんだけど、なんなら、ホヨバのゲームも、なんだかんだ、最初の一人だけゲットしとけば、最低限仕事はしてくれるから、いいんだけど、でもさ、FGO くんのさ、アペンドスキルさ、そこら辺個性的な強化とか考えてる余地ないじゃん。それはまあ後付けだし、膨大なサーバントの数いるんだから、まあそれら一人一人にどういう強化を与えていけばいいのかわかんないから、みんなにクリティカルとスキルリチャージを与えてるんだろうけど、いや、どこで作ってるかとか関係ないからな。俺から言えるのは、今回のアペンドシステムはなかったことにした方がいいと思うよ。俺はもうこの辺のエンドコンテンツに関しては諦めてるし、もう最悪石かじればいいと思ってやってるから、視点のオルガマリーだけはなんとかしてほしいんだけど、まあ、今回の、まあ、更新に関しては、一応保有数上がってたり、レイジュが、レイジになったら、まあ、三角回復するっていうのは良いことだから、なんていうか、無理しない方がいいと思うよ。あとそうね、なんで汎用コインが求められてるかって、これさ、限定サーバントが推しキャラの場合は、引こうと思っても引けないし、なんならすり抜けで狙うのも苦行だし、まあ、エレシュギガルやシエルみたいな、まあ、サーバントの連中を、まあ、コイン集めてアベンドスキルぶち込めばいいっていう、そういう考えならいいと思うんだけどね。うん。でもこれ緩和しない限り、あんま、ないものとして扱った方がいいと思うよ。いや、本当にね、無茶しちゃダメだよ。うん。俺は FGO 多分これ3部やんないと思うから、売り逃げもあるからね。うん。あと、まあ、収賞に関しては正直予想通りかなと思う。多分来年の夏予定じゃないかな。うん。ヒロアカもそれこそ10周年終わったらすぐ終わったし、まあ、箔付けや、加納さんの、まあ、願いもあるから、まあ、10周年はやるけど、11周年も更新続けてるかっていうと正直わかんない。だって最初から整備し直したフェイトの新しいソシャゲ作った方が絶対良いもん。オートつけたくてもつけらんないんでしょ。うん。いや、終章に関しては、一部の頃はまあ1年半ぐらいやってる中での運営だから、まあそこまで溜まってなかったけど、まあそっから8周年、まあ 1.5 周年も含めるんだけど、まあ、10周年の重みがあるわけで、その上での終章だから、そりゃ、ハードルは上がるよねって思うし、意外と最新話までやってない人って多いのは仕方ないのかなと思うよ。
まあ、だからこそ運営としても、イベントのハードルを上げてるのは仕方ないと思ってて、まあ、割と自業自得だと思うんだけど、みんなでできる限り2部収集やりてんだろうなと思う。まあ、何仕込んでんのかわかんないけど、イベントのハードルを上げてくるのは、俺はもう仕方ないと思う。なんとか頑張って追いついてあげてほしいなと思う。ケルヌンノス君とか石食っていいから、オルト君はゲロ大変だけど、まあ、企業用ウィキの攻略とか見ながら頑張ってほしいから。みんなレイジを使って石食ってコンティニューしまくってもいいから前に進んであげてください、本当に。うん、